センターラインを越え向かってきたバスと正面衝突するトラック。トラックに速度を落とす様子は見られませんでした。原因が分かってさ、それが本人の、ね、せいじゃないってことが証明されればいいなと俺は思ってるよ。誠さん持病とかってなかったんですか？いや聞いたことはないんだけど、落ち着いて一生懸命仕事する真面目なやつだったよ。トラックを運転していた梶谷誠さんの親族が辛い胸の内を明かしました。運転歴30年のベテランで、これまでにも大きな事故はなかったという梶谷さん。事故はなぜ起きてしまったのでしょうか。国道5号のトラック側の車線を走っています。直線で見通しがいい印象を受けます。この日トラックは森町を出発、七飯町で30頭の豚を積み込み八雲町に向かいました。直線から緩やかな左カーブになり、今路肩が狭くなりました。この辺りが事故現場です。事故現場までの道路はおよそ50キロにわたってほぼ直線でした。警察によりますと、事故現場にはトラックがブレーキをかけた痕跡が残っていないことが新たに分かりました。運転手さんの人為的なエラーが事故につながったというふうに考えるのが自然だと思います。交通事故の鑑識捜査に長年携わってきた専門家は、こうした事故の一般的な原因はドライバーにあると指摘します。ぼーっとしてしまうというかですよね、単調なその運転になっていたでしょうから。現場は事故の多い場所として知られていました。国道5号線八雲町通過の心得、八雲町のホームページです。現場の国道では居眠りや追い越しの事故が多発しているといいます。事故で亡くなったバスの運転手高専高幸さん、同じ会社に勤務しこの路線を一緒に乗務したこともあるかつての同僚は、高専さんは非常に安全意識の高いドライバーだったと話します。誰よりも早く出勤なされて、運行前のバスの点検や車両の状況なども細かくくまなく点検なされる方でしたし、タイヤの溝まで細かくチェックする方でしたから。ドライブレコーダーの映像から高善さんの思いを指摘します。あんな恐ろしい凄まじい衝撃と、あれだけ余裕のない道幅の中でよくあれだけピタッとまっすぐ止まったなっていう、私はあれが精一杯できた思いなのかなって。事故の直前、高善さんのバスは急ブレーキをかけて道路左側により事故を避けようとしていました。今回の現場ではバスの左側にガードロープといって、外に落ちないようにするための構造物がありました。急なアクシデントでバスに逃げ場がなかったことがわかります。今回の、事故は本当に防ぎようがない、事故だなという感じはしますよね。双方の運転手を含む5人が死亡、乗客12人が重軽傷を負う大きな事故。警察は昨日、過失運転致死の疑いでトラックを所有する会社を家宅捜索し、調べを進めています。